孫権は合肥の攻略に失敗、領州の戦線は葬儀の優位が続いた。定率の情勢を鑑み、孫権は劉備に慶州返還を求める。しかし劉備の義弟関羽がこれを拒否。五色の間に緊張が走った。この直後、呉の兵らが慶州で略奪を働く事件が発生する。これは曹操による罹患策だが、五色がそれを知る由もない。怒った関羽は呉へ侵攻。これに対し主戦派である呂蒙らが報復。周瑜、呂宿らの説得も虚しく、孫劉同盟は完全に決裂した。その後呂蒙らは葬儀とともに繁盛にて関羽を討ち取るに至る。劉備はこれに激高、大軍を率い医療に孫吾正当の陣を展開した。風雲急を告げる中、若き将主膳は孫吾の明日を背負い奮い立つ。果たして主膳、そして呂蒙、周泰は憤怒の劉備を退けられるか。この守義法こそが時代を照らす炎だ。諸君は長大な陣を敷いた。ビクソン、お前はこれを誘いと見るか。いえ、劇場に任せ、数を頼みとした布陣でしょう。そもそもこちらには誘いに乗れるほどの兵がありません。その通りだ。ならば我らが取るべき手は火だな。では誰がその任に就くかだ。火付け役は当然この俺ですね。俺の意志で逆転。ああ、考えただけでも楽しすぎる。よろしくお願いします。別にお願いされる話や。あ、もしかしてお前もやりたかったのか。え？けど今回は譲らないからな。策は決まったようですな。修繕殿、改めてよろしくお願いします。リクソ、なんでお前の方が。私も自身の抜擢に驚いています。ですが。なあ、お前が悪いわけじゃないのは分かってる。だから家計でこのわだかまりごと燃やす。見てろよ。劉備とはいい関係を保ちたかったが、慶州と関羽のことがあっても仕方あるまい。奴を討ち、周瑜殿の天下二分の刑へと進む。それが今選びうる最善の道だろう。劉備は関羽の死で四分の鬼と化した。ならば俺が討つしかあるまいな。分身関羽と同じ刃にて討ち果たす。奴にとってそれが花向けとなろう。主膳、家計の成否はお前にかかっている。お前の通して戦場を若く染め上げてやれ。劉備は孫権様を狙っている。それは俺が許さん。敵は大軍で意気兼好、まともにぶつかれば勝ち目はない。だが赤壁を思い出せ。我らは過去圧倒的不利を炎で覆している。歴代の都督、孫吾の誇る知勇の将たち、皆で力を合わせ家計を成功させるのだ。敵は大軍だが数の不利など知勇で覆す。この戦、我ら孫吾は炎にて勝つ。家計にて蜀の長大な陣を焼き尽くすのだ。そのために
各人全力を尽くしてくれ。主膳、家計の指揮はリクソンが取る。協力して見事策を成功させよう。俺が実行部隊です。リクソンの指示がなくてもうまくやれます。人にはそれぞれなすべきことがある。主膳、己を全うせよ。己を全うする。承知しました。開門。主義法出るぞ。私たちの治癒で戦局を覆しましょう。まずは本陣周囲の敵を掃討してください。この戦で孫悟の明日と俺自身の道を開く。主義法行くぞ。グレの炎よ。
いや、どうだ、助かったよ。ありがとな。来い、我が自由で葬ってくれるわ。
ここは軍神の娘が守るから多分大丈夫だと思う。軍神カウンにカン・リンペイです。父上の兄上の敵取らせてください。熱すぎる敵か。悪いが全力で突破する。恨みつらみはちゃんと燃やしてやるからな。弓で弟たちと飲み明かすがいい。